弁護士の住田裕子さんは、行列のできる法律相談所や他の情報番組のコメンテーターを務めるなどいろんな場所で活躍されていますよね。今回はそんな住田裕子さんについて、住田裕子の夫と子供について、住田裕子は弁護士を辞めたのか、住田裕子の年収、住田裕子のプロフィールと学歴経歴、これらの気になる情報をお伝えしていきます。キャレットキャレット。コンテンツ、ヒデ、ワン住田裕子の夫の職業、二住田裕子と夫の馴れ初め、三住田裕子と夫に子供は何人、四住田裕子が弁護士を辞めた理由とは、五住田裕子の年収、六住田裕子のプロフィールと学歴経歴、七住田裕子の夫の職業は、息子と娘情報と弁護士を辞めた理由を調査。まとめ、住田裕子の夫の職業、引用 https://chairlight.com/samidahirokofamily/、住田裕子さんの夫は、住田郁夫さんで弁護士をしています。住田郁夫さんは、東京都恵比寿にある恵比寿法律事務所に勤務しています。実は住田裕子さんも同じ事務所に勤務されており、共同代表を務めています。住田裕子と夫の馴れ初め、住田裕子さんと夫は、検事時代に出会いました。実は、住田裕子さんと夫は現在弁護士をしていますが、もともと検事でした。その時、お二人は司法研修所に所属しており、そこの同期だったそうです。二人で弁護士になるために切磋琢磨しながらも、その姿に互いに惹かれていったのでしょうね。住田裕子と夫に子供は何人？住田裕子さんと夫の間には子供が二人います。それぞれ詳しく紹介していきます。住田裕子の娘は東大卒の美人。引用 https://chairlight.com/samidahirokofamily/。住田裕子さんの娘さんは、住田陽子さんと言います。住田陽子さんの年齢などは不明ですが、以前親子でテレビに出演したことがあり、東大卒の美人ということで話題になりました。若い頃の住田裕子さん、画像左、と同じくらい美人ですね。住田裕子の息子、住田裕子さんの息子の情報は不明です。しかし、住田裕子さんも娘も東大出身なので、もしかすると息子も東大卒の秀才の可能性が高いですね。住田裕子が弁護士を辞めた理由とは、住田裕子さんは弁護士を辞めていません。住田裕子さんは現在、NPO 法人、長寿社会の安全安心な暮らしを実現する会の代表理事を務めています。2011年に自身が立ち上げたの活動に力を入れるために、2002年からレギュラーとして出演していた、行列のできる法律相談所を降板しています。番組を降板したことが、いつの間にか、弁護士を辞めた、ということにすり替わってしまったようです。アンダーバー。この回は、電気や水道、郵便局などの公共財を取り扱う人たちの助けを得て、高齢者の認知症への理解を広めたりなど、IT を使って高齢な方が安心して生活できる社会を実現する活動をしています。住田裕子の年収、引用 https://www.news-post7.com/archive/2024-113841.html ディテールシャープ Google アンダーバービネット。住田裕子さんの年収は公開されていないため不明です。しかし、同じ弁護士で、かつ、行列のできる法律相談所にも出演していた丸山和也さんのインタビュー記事によると、一時はテレビ、講演、弁護士業務を合わせて5億円近くの年収があった。しかし、それを降板してからはその時の10分の1、20分の1ぐらいに収入が減りました。と語っています。そのため、住田裕子さんも現在の年収は2500〜5000万円であると考えられます。テレビ出演の収入がいかに大きいかというのがわかりますね。
住田裕子のプロフィールと学歴経歴、引用 https://chairlight.com/samidahirokofamily/、白丸大名前住田裕子、住田裕子、白丸大生年月日、1951年6月21日。白丸大年齢、73歳、2024年時点。白丸大出身地兵庫県加古川市。白丸大出身校東京大学法学部。住田裕子さんは、東京大学法学部卒業後、東京地検検事任官。それ以後は、大阪の水戸等各地の地検検事として転勤を重ね、1987年に法務省民事局付検事、女性初、として民法等の改正を担当。1989年には法務大臣秘書官となり、その後、司法研修所教官等を経て1996年に年弁護士登録。2011年には NPO 法人、長寿社会の安全安心な暮らしを実現する会を設立し、この会の代表理事を務めています。またその他、内閣府男女共同参画会に、総合科学技術会に、文部科学省、経済産業省、防衛省、茨城県原子力審議会などの審議会委員など、様々な公職、独協大学特任教授などを歴任しています。合わせて読みたい、浜田恵子の旦那の職業年収は、馴れ初めと事実婚の理由や元を調査。住田裕子の夫の職業は、息子と娘情報と弁護士を辞めた理由を調査。まとめ、今回は、住田裕子さんの夫子供にまつわる情報を紹介しました。住田裕子さんの夫は、住田郁夫さんで弁護士をしていました。また、住田裕子さんが番組を降板した理由は、自身が設立した NPO 団体に注力するためでした。また新しい情報が分かりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとうございました。